とんでもない理由で解決した事件。一つ目、アメリカの携帯ショップに現れた強盗。この強盗、なぜか頭に段ボール被ってました。さらに常習犯のようで、サクサクと商品を奪っていきます。その後、ただ視界が悪かったため、段ボールをずらそうとした瞬間、被っていた段ボールがスルッと落ちました。防犯カメラにしっかり映り逮捕されました。まあ、脳みそも段ボールだった。次、イギリスのとある店に強盗に入った男二人。金を出すんだほー！店員を脅していると、なぜか警察が秒で来ました。なんと強盗犯、犯行前に後ろポケットに入れていた携帯電話が、事件前に椅子に当たった衝撃で緊急通報をし、犯行までの一部始終を警察に全部聞かれていました。セルフ開示請求。最後、これ日本でもありました。国の支援金を騙し取った詐欺グループのメンバー一人がグループ内の金銭トラブルを警察に相談。あの詐欺で稼いだ1億円をメンバーの一人に盗まれたんですよ。これ助けてもらっていいですかね。速攻で逮捕されました。めちゃくちゃアホやん。こんな動画がもっと見たい方はチャンネル登録よろしく。